歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして世界史のカリスマ講師、河合塾の青木先生です。よろしくお願いします。お願いします。近代絵画の歴史、はい、ルネッサンスを見ていこうということで5回目です、はい、やっとレオナルド・ダ・ヴィンチの登場です。はい、万能の天才。いやー、だからほんとすげーなっていう、まあもちろんのことながら、このまあ当時っていう言い方でいいかもしれませんけど、絵だけじゃないんですよね。そう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 、もういろんな発明もしてて、うん、まあヘリコプターの原型になるようなものまで、そうそうそう、あの実は設計図書いてたみたいなこともあります、うん、はい、あの人体を解剖してね、うん、でそのまあ今で言うなら医学の発展にも寄与するし、はいはい、あとなんだっけ、ラテン語のね、詩なんか書かせてもやっぱりうまかったらしいんですよ。でも、まあ天才ですよね、はい、しかもね、体力もすごかったと。走ったらめちゃくちゃ速くて、人の背丈ぐらいだったらしばしば助走なしでね、飛び越えたと。どこまで本当か分かりませんよ。いや、ただ、うん、ごく稀にそういう、うん、なんていうか、これ なんでしょうね、うん、だから、そういう人出てくるんですよね、うん、しかもその万能人、万能の天才っていうのはやっぱりルネッサンスの時代の人間のやっぱり理想像だったんですね。これまでほら神中心やだったじゃないですか、はいはい、でそれに対して人間中心とは言ってもですよ、その辺にいる人間だとやっぱ神様に比べてあまりにも踊りがするっていうんで、ある意味、まあ、神と対抗できると言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけども、神様に近づけるような人間をとりあえず目指していこうよと。で実際そういうやつがダ・ヴィンチという姿でもって地上に姿を現しちゃうんですよね。フィレンツェ近郊の、まあ、ヴィンチ村、はい、だからレオナルド・ダ・ヴィンチのダ・ヴィンチは出身地を言ってますね、ということです ね。イタリアではよくありがちですよ ね、まあ、すね、ダ・なんとか、はい、ヴィンチ村出身という意味ですね。で、実は彼は私生児諸子で、正式なお母さんは正式な結婚してないんですね、はい、でそのまあお父さんと言われる人が少年ダ・ヴィンチの絵の才能にまあ気づくわけです、はい、で小さい時からね、例えばトカゲを捕まえてきたり、何、はい、か捕まえてきて、それを一生懸命写生してたと。でそれで、あ、この子には絵の才能があると、はい、いうんで、フィレンツェで一番有名だったベロッキオ先生の工房に弟子入りさせるわけ、うん、でそこにはあの前回も言ったけどボティチェリなんかもちょっと、ね、はい、年上でおったんですね、うん、で彼がね二十歳前後の時にダ・ヴィンチとベロッキオ先生の共作の作品っていうのができるわけですね、はい、その絵がですね、キリストの洗礼という絵で、これですね。あの昔の絵ってさ、はい、やっぱその依頼主から注文来るじゃないですか、はい、まあ、多くは教会だったり大商人なんだけども、はい、で納期までにやっぱり納めはいかないんですよ、はい、だから先生だけで描くっては間に合わないんで、うん、いろんな弟子たちと共同作業でやってた。そうですよ ね。で、まあ、名前的には先生しか残らないみたいなことが大体あるんですけどね。そうそうそう、でこの絵なんですけども、まあ、真ん中にイエス様がいて、はい、右側に洗礼者のヨハネがいて、はい、その左側に2人の天使、この部分がダ・ヴィンチの作品なんですね、ちょっとアップしましょうかね。うわ、でこれを見てこっちの方が全然いいじゃないですか。やっぱ表情がね違うんですよ、ふくよかだし、やっぱり人間味があるというかね。でベロッキオ先生もそれを思ったらしくて、これはもうちょっと先生も立場ないですよ。立場ないんで、どうしたかというと彼はお絵筆を取らなかったと。あ、もうこの分野じゃこいつにかなわない。いや、だってこれ見たら、うん、この主人公よりも全然こっちの方に目が行きますもん。行きますよね、はい、やっぱあの全体で見てみて分かるけども、光り輝いてるんですよね、この分野から、ね、いや、そうですよね。でその後に彼が描いた絵というのが受胎告知という絵で、ほう、これもまあ新約聖書の中では有名なシーンで、はい、聖母マリア様のところに大天使ガブリエルが降りてきて、はいはい、あなたの神の子供さんを身ごもってますからよろしくねと、ということですね。英語ではジアニフィケーションって、アニフィケーションといって、まあ、要するに神様によるアナウンス、これが行われたと。で昔からの受胎告知っていろんな、まあ、作家が絵を描いてるんですね。ところがやっぱね、ダ・ヴィンチの時代の、まあ、ダ・ヴィンチの描いたこの時代告知と前の時代の絵とやっぱ違うんですよ。どういうふうに違うかというと、例えばこれね、これあの14世紀の前半にイタリアに登場したマルティーニという人、はい、まだ中世の匂いが残ってる時代の絵描きさんなんですけども、
彼の書いた時代告知なんですが、まあ、左側に大天使ガブリエルで右側にマリア様なんですが、マリア様の表情をご覧になって分かると思うんですけども、ものすごく自信だけなんですね。で非常に驚いてると。で明らかに神の使いである天使と、まあ、人間であるマリア様、まあ、マリア様が人間かどうかっていろいろ問題があるんだろうな、いろいろ議論ありますけども、そのマリア様の力関係どう考えても神の使いの天使の方が上なんですね。あるいはダヴィンチよりちょい前にですね登場した、これフラ・アンジェリコというやっぱりイタリアの絵描きさんなんですけどね。でその書いた受胎告知でもマリア様の表情っていうのが、まあ、どっか自信だけなんですよ。でこれに比べてダヴィンチの書いたマリア様っていうのはもう自信満々ですね。なるほど、来るなら来いという感じなんですよね。でここにもある意味そのルネサンスの基本的な精神であるヒューマニズム、世界史の教科書には人間中心主義という言葉で載ってるんですけども、その考え方っていうのが出てきてると。さらに僕が面白いなと思ったのはね、やっぱ大天使ガブリエルの、まあ、天使だから羽がついてるじゃないですか。で昔の絵描きさんたちが描いた天使の絵、確かに羽乗ってるんだけども、その羽がね弱いんですよね。でダヴィンチに言わせると、あんな羽じゃ飛べるわけないだろうと言うんで、彼は鳥をいっぱい射精して本当の、ね、飛べるような鳥の羽を天使に生やさせるんですね。でこういったところもやっぱこうダヴィンチのこうなんていうかな、こだわりというか、そういったものが現れているとですね。いや時代告知というこれもね、あのウフィツィ美術館にあるんですけどね。そしてまあ彼の名前を一躍有名にしたのが最後の晩餐です、ね、はい、最後の晩餐。これはね、場所はミラノ、はい、ミラノにですね聖マリア・グラチエ教会というのがあって、その教会の食堂の壁画なんですね。いやだからこれは、うん、そこに行かないと見られないっていう代物なんですよ。しかもね予約が必要なんですよ。あ、そうですか。だいたい今大きな美術館で予約必要なんだけども、これも、まあ、教会の中にある絵なんで、事前にしっかり予約していかないと行っても見れないということがあるんですね。いやこれはやっぱりすごいです。いやしかも、うん、なんていうか、いろんなこの1枚で、うん、いろんなとこ見たくなるんですよ。そう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 、多分この1枚で30分から1時間は見てもまだあそこどんなだったっけっていうふうに思うような、うん、もう一人一人をずっと見たくなるんですよね。ちなみにこの絵ね、まあ、描かれたのは多分15世紀の末なんですね、1495年から98年、はい、ダヴィンチってねいろんな注文を無責任に受け入れちゃってでやから完成した作品って実はねすごく少ないですよね。いやしかも、うん、いや思うんですけどいや天才って結局完成させないじゃないですか。もうちょっとあそこがとか、うん、結局そこなんですよね。だから納期しかないんですよ、うん、でこの作品に関してはあのミラノのねその支配者だったロドリーゴ・イル・モーロっていうやつがあってね、うん、まあ、ロドリーゴ・スフォルツァとも言いますけども、この人の注文を受けて描いた絵なんだけども、画材の選択間違えちゃって、ほう、食堂でしょ、はい、で他の場所に比べるとやっぱり湿気があってね、なるほど、でそれでその絵がどんどん落ちてしまうと、絵の具がね、ちゅうんで、これ30年前に修復されたんだけども、修復される前はかなりボロボロだったんですよ。でちょうど30年前、僕はイタリア6回行き、これまで6回行ったんですけども、はい、30年前にイタリアに行った時に修復の真っ最中で、確か7、8年かかったのかな。でその修復中のですねに撮った写真がこれなんですね。画面前方にねぼんやりと私が写っておりまして、でその元ではその奥では修復作業が行われていると。で入る時にね、はい、絶対にフラッシュはたかないでくれと。ああ、なるほど。だから僕らもあの海外旅行する時にはあのいわゆる交換のフィルムって昔持って行ってて、ね、でフラッシュたかなくても写るようにしてたんですよ。ところがね、僕らとたまたま一緒になった、まあ、どことは言わんけど日本のおばちゃんたちのグループがいて、これがさバシャバシャってやっちゃったんですね。それでもう教会の人が激怒してね。そりゃそうでしょう、ね、ああもう大変な話だったんですけどね。で数年間の修復作業を経て復興したのがこれですね。ただこれ分かるかな、ちょうどイエス様の画面の下、これもともと壁だったんですよ。ところがそこに隣の部屋との通路作っちゃったんですね。だからもうこれ教会の人たちがっていうか、こう
まあ、いわゆるいろんなところに、うん、あのまあ、あのお宝があると、このお宝をそんなに ありがたがってないっていうところが、それあるかもしれないですねいや、こう修復っていうのもね、実はものすごいんですよ。だからその10ダヴィンチの技術とかを今の美術生たちが修復することによって習得できたりとか、うん、いろんなこういいところがあるのに扉作っちゃった。しかもですよ、イエス様のちょっと足元ですよ。だからこの世がどういうふうな原型がどうやったのかについては我々は知ることはできないと思ってたらですね、ちょうどね、絵が描かれて20年ちょっと後に、あの当時の画家がね、模写をしてるのがあって、これあのジャン・ピエトリーノっていう、まあ、絵描きさんがいて、この人がだから描かれてね20数年後か、1520年頃に模写した絵、これ残ってるんですよ。それどんな状態で残ってるんですか？どっかにあったんですか？どこで保管されてるかちょっと忘れちゃったけども、かなり鮮明な形で残ってるんですね。だから実際はこういう感じだったと。そう、実際はこういう感じで、イエス様の足元もちゃんと描かれてて、そこに通路を作んなよってねで、この最後の晩餐もですね、実はその中世の時代からいろんな絵描きさんたちが描いてきたんですね。で、これ面白いのはね、これギルラン大王という絵描きさんで、まあ、ダヴィンチたちよりもちょっと前の絵描きさんなんですよね。で、まあ、最後の晩餐のシーンでも有名なシーンですよね、はい、イエス様が何時らの中に私を裏切り者が出てくるであろう、はい、でその裏切り者がユダなんですけども、はい、そのユダを昔のダヴィンチよりも前の絵描きさんたちっていうのはテーブルのイエス様とは反対側に置くんですね。要するに裏切り者だから異質な人間で他の弟子たちと同等じゃないよと言うんで、必ずテーブルの向こう側にユダを描く。ところがダヴィンチはそうしなかったんですね。で、なんでそうしなかったかというと、まあ、いろいろ理由があるんだけども、こう、まあ、この絵の中に13人描かれてるじゃないですか。で、真ん中にイエス様がいて12人の弟子たちが3人ずつのブロックになってるんですね、はいはいはい、で左右が非常にこう均整の取れたシンメトリーになってるんですよ。なるほど。でその絵のバランスが、その左右対称の方が絵としてはバランスがいいと、美しいと言うんで、彼はユダをイエス様の側に座らせたわけです。へー、すげえな。さらにね、まあ、何時らの中に私を裏切り者が出てくるであろうと、それ聞いて弟子たちみんなびっくりするんだけども、はい、一番びっくりしたのはやっぱ裏切り者のユダなんですよ。でちょっと画面アップしましたけども、ユダの右手にはお役人からもらったいわゆるお金ですね。イエスをね、告発してくれたらば30枚の金貨をあげるよ、はい、でその金貨が入った袋、うん、そして彼の左手がお皿の方に伸びてるでしょ、はい、でそのお皿の方には右側の方からイエス様の手も伸びていってるわけ。というのもね、新約聖書の中に出てくるんですよね。 このシーンどんな感じかと、何時らの中に私を裏切る者が出てくる、するとイエス様のすぐ左隣にいたヨハネが、それは誰のことですかと、うんうんうん、とイエス様は名前は言わないんですね。名前を言わずに何て言ったか、私がパン切れを浸し、それを与えるものであると。でそのパン切れを、まあ、多分皿の中に入っているスープに浸して、今からユダには与えようとすると。その劇的な瞬間だから、多分ダヴィンチは思ったと思うんですよ。テーブルの反対側だったら、うん、そういうことできないんじゃないかということでしょうね。だからかなり近しいポジションにいないとそれはできないんじゃないかという、まあ、彼なりのリアリズムですね。ってことでこの絵が出来上がっているとですね。この絵を見るためには、先ほど言ったようにミラノのですね、聖マリア・グラチエ教会、はい、予約をして行っていただきたいと思うわけです。